動物と関わる仕事も動物になりきる仕事も今までいろいろやってはきたが、意志を持ってるやつを相手にするほどそうなれるってことはねえな。つっても俺のスタンスはいつも変わらねえ。ありのまま全力を出し切る。猫と曲芸やれって注文があればプロとしてやりきってみせるぜ。だが一つだけ言わせてもらうとしたら、今回の俺の衣装は本当にこれでいいんだよな。そりゃセシルにはこういうのも似合ってるが、サイズは合ってる。だが着慣れねえデザインだ。俺は着る方だからいいが、見る方は大丈夫か？猫にも視聴者にも怖がられなきゃいいが。まさか発注を間違え、あ、いや相手もプロだ。そんな疑問持つ方が失礼だな。託してくれたことを信じてぶつかってみるか。日だまりお散歩オムライスに黒ごまたっぷり黒猫ムッシュ、両方捨てがたい。あ、おいこら、くっつくとメニューが見えねえだろう。よしよし、いい子だから肩でじっとしてろよ。ふーん、ニャンダフルプレートってやつならちょっと量は少ねえが、いろいろ乗ってんな。あ、なんだ、悪い、こいつにかかりきりで気づかなかった。つうのは嘘だ、あんだけ熱く見つめられたらわかるに決まってる。店も混んできたみたいだし、俺と相席がいいならそっちに座れよ。こいつもお前がいいって言ってる。よかったな、気に入られたみたいだぜ。あ、そっちの膝に移ったか。抜け目ねえやつ。あまり懐かない猫なんだが相当好かれたらしい。今日は帰るまで話してもらえねえかもな。